こんにちは。名古屋で地元でシンガーをやってます相澤奈美って言います。よろしくお願いします。コロナがあったので、実は私ライブハウスでライブをやるのが1年半とか2年ぶりぐらいでして、久しぶりにこういういい音響で歌えるっていうのがとてもなんか改めてすごくいいなと思います。普段ですね、私、コロナもあってちょっとライブができなくなってからは路上ライブをメインで活動してます。毎週、木曜日とか金曜日とかですね、金山駅の方で路上ライブをやっていたり、
あとあの日曜日は栄の方でですね路上ライブやったりしてるので、皆さんもしあの通りかかった際にはぜひあの声をかけてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はですねちょっとあの初めましての方がほとんどだと思うんですけど、あの、まあ、久しぶりのライブっていうのもありまして、あのカバー曲持ってこようかなとも思ったんですけど、みんな知ってる曲をね、ただ、まあ、あの私オリジナルも歌っていて、あの5曲ぐらいあるので、まあ、せっかくなんであのオリジナル歌わせてもらおうかなと思って、今日はあの5曲ですね、オリジナルを持ってきました。それではあの早速続いての曲、マイウェイという曲をですね歌ってみたいんですけども、あのサビの部分ですね、よかったら皆さんこう手を振って一緒に楽しんでくれると嬉しいです。せっかくのねあのライブハウスでのライブなんで、皆さん楽しんで行ってくれると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、では先の見えない、未来に立ち向かう、こうパワーをもらえるようなそんな曲になってます。聴いてください、 My Way。
とうございます。ではこのまま続いての曲、4223という曲をちょっと歌ってみたいと思います。友達に送った曲なんですけど、まあ、苦しい日々だったことを知ってるからこそ、大事な人とこう出会えた日々をですね、永遠の祝福を送りたいなと思って作った曲になってます。バラードです。聴いてください。4223。今歌った2曲の曲なんですけど、
私のファーストシングル、セカンドシングルになります。2年前ぐらいに実は作った曲でして、まあ、結構2年も前に作ったからということで、最近ちょっと500円で CD の方も販売してるので、もし気になる方がいらっしゃったら声かけてください。よろしくお願いします。それではですね、残り2曲になるんですけども、このままちょっとオリジナル続けていきたいと思います。次の曲はですね、ちょっとノリのいい曲なんですけど、ちょっとこの曲をやるにあたりまして、ちょっと私もタオル作りまして、皆さん何かこうタオルとかハンカチとか持ってる方いたら、サビの部分ですね、楽しんで回してくれると嬉しいです。ない方ね、手回してください、ぜひぜひよろしくお願いします。この曲はですね、私学生時代、中学校とかですね、運動部やってたんですけど、結構きつい運動部でして、その頃すごいみんなで一生懸命頑張ったなと思ってたんで、その時の思い出をねちょっと振り返って作ってみた曲です。聴いてください、朝露。やりとり
に行きます。Oh,
この後もですねライブ楽しんでてください。物販やれるのかなちょっとわからないんですけど、もしお話できるよっていう方いたらおしゃべりしましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。